んにちは、メガバスの小森鶴彦です。はい、まあ、さっきからメガバスブースに立ってると、もういつからメガバスなんですかとか、小森さんってメガバスでしたっけって言われるんですけど、メガバスじゃなきゃまずここに立ってません。そして長いですね。はい、もう7年くらい契約しております。はい、まあ、なかなかちょっと僕はルアーをハドルアーを出しそうで宣伝する機会が少ないんで、ちょっとイメージがついてないかなと思うんですけども、バッチリハードルアーもいつも使っております。はい、で、まあ、その中 で、 ですね、ちょっと今年のおすすめアイテムなんですが、この LBO っていう重心のシステムがついているルアーがいくつか出てます。はい、で今すでに発売されているのはこのフラットスラップ。はい、でこれもともとすごい釣れるルアーなんですが、フラットサイドなんで、まあ、風の影響を受けるとちょっと投げにくいところがあったんですが、まあ、これにこの LBO2 っていう重心のシステムが乗っかったんで、まあ、ものすごく風の中でもキャストが飛んでいく。この LBO 自体、従来のルアーよりも大体 20% ぐらいキャストが飛ぶような感じなんで、はい、まあ、すごく飛距離の出るフラットサイドルアーということで、まあ、ちょっと出せるようになってきます。で、あとですね、このワンテン、これもですね、この LBO2 っていうシステムが乗っかってきます。で、まあ、これによってワンテンで、まあ、正直関東ですと風が強い日にやっぱよく釣れるルアーだと思うんですよ。で、激荒れの北浦とかでギャップに向かって投げるっていうイメージあると思うんですけど、その時にこの LBO2 っていう受信システムは、まあ、ものすごく飛距離出すことができるんで、まあ、風の中でさらに強くなる、そういう満点。体感でいうと、従来の満点とこの新型だとどれぐらい、小森さんの体感でいうと、はい、1.5 倍、1.5 いかないです。正直 10% から 20% の間ぐらい、10は超えてます。要は前まで4、まあ、30メーター投げたら33メーターは飛ぶと思います。はい、まあ、それプラス、まあ、アルファっていうぐらいは飛んでますね。まあ、距離は実際に伸びます。はい、まあ、実際このワンテン自体はちょっと大きくなったんで、はい、110から115までサイズアップしています。まあ、その他にですね、まあ、DPX100 だとか、はい、それから、まあ、DPX200 で、200なんかは、まあ、プロダクティブゾーンまで到達すると 4m20 まで潜るって言われたんですけども、そのプロダクティブゾーンが長く取れて、まあ、最大震度 4.5m まで潜るっていう、まあ、そういう、さらにパワーを増したルアーになって生まれ変わる予定です。昔、小森プロに聞いた、はい、カニが亀山で流されてくるパターンの時にディープ X なんか使ってるんだよなんていうの。カニが流れてくる時使うのは流れ出しからなんか流れ出バイブレーション、バイブレーション X でしたっけ。はい、そのバイブレーション X をカニみたいに転がしてやるっていう。はい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 、それはそれはあんまりこの LBO 関係ないです、ね、関係ない、はい、バイブレーション X、 はい、そのバイブレーション、はい、LBO は飛距離を、はい、まあ、増してっていう感じなんで、はい、まあとってもこのフラットスラップとかワンテンとか風の強い日に使うワンテンとかフラットスラップ、それからプロダクティブゾーンを長く取るための DPX200 とか、まあ、そういったものがさらに投げやすくなる、まあ、そういった機能が乗っかったのがちょっと今年のおすすめですね。まあ、それからこのメアドックドックとか、まあ、こちらも、ちょっと海寄りの、まあ、海ですね。まあ、海なのかな。バス作って使ってもらってもいいですよ。まあ、でも下のでもシーバスで行けば、はい、いいですね。はい、あとビッグエムってこれ今その新作が、はい、じゃあ琵琶湖とか、はい、琵琶湖じゃなくても行けると思いますよ。はい、ビッグブランクで結構、まあ、これからどんどん流行ってくるんですね。はいはい、まだ見たことないますがいっぱいいると思うんですよね。三島湖とかそうですね。カフェ場とかでもまだこんなの見たことないんですけど、はいはい、エラブナとか食ってるやつは結構いいかもしれない。まあ、僕自身が作ってるナックル LD とか、まあ、継続的に発売されてますんで、はい、ぜひまあ使ってみてほしいなと思います。ありがとうございます。はい。